よし。いかがでしたか、俺のトレーニングは。すさまじかったね。すさまじかった。あのね、あの今自粛中でちょっとジムには行けないのでね、あの普段あんまり自宅ではトレーニングしないんですけど、まあ自分で自宅でやれることをやってるんで、まあ今のようなメニューをいつも僕はやってます。もしねできそうなのあったらちょっとチャレンジしてもらいたいんだけど、どうだった斉藤くん、できそう、なんかできそうになった。まあなんかバランスボールは結構簡単そうだなと思ったんですけどね。あーこれ、はい、スーパーマン、はい、あれね、めちゃめちゃ難しいんだ実は。マジですか。やってみる。はい、ちょっとね、斉藤くんに実際にやらせてみたいと思います。お。はい、やってみて。これは、はい、あの前手と、はい、手と足を同時に全部浮かせないといけない。はいはい、これ結構簡単そういう意味で難しいんだ。できないでしょこれ。いやこれね、本当に難しいんだよ。簡単そうに見えてめちゃめちゃ難しいからこれ。ちなみにこれはどういうトレーニングになるの？これはもう腹筋だね。腹筋とあとバランス感覚のトレーニング。あ、ちょっと待って。はい。いた。お前。まあね、こうなりますよ。下の人に怒られちゃう、俺が。下の住民の人に怒られちゃう。はい、ちょっとどいてさいと。これね、解説すると、これはね、結構、僕なんか総合格闘技で、その寝技で抑え込んだりするんで、その時のバランス感覚を
養うために練習したりする。ああ、なるほど、なるほど。で、これはもうね、ボールを感じるんですよ。はいはいはい、ボールを感じて、この前と後ろの微妙な、ね、この調整をして、うんうん、中心になった時にこう離す。とできる。ほらね。こんな感じ。前に行きそうになったら後ろに体重をかけて、っていうのを繰り返すとできる。わかりました？言ってることはわかるけどね。前に行きそうだなと思ったら後ろにグーって体重かけると真ん中をキープできる。っていうのを繰り返すとできます。まあでもぜひチャレンジしてみてほしいね、これは。どう？あと斉藤くん他にできそうになったわ。あれは？あの、腹筋ローラーできるんじゃない？腹筋ローラーですか？膝ついてなんてできますよ。いや、ダメ、膝ついちゃう。まあ最初はね、これ膝ついてもすごい効くんだけど、まあ、膝つかずにできた方が倍効くんで、できるようにしてみたいんですけど、体硬いんですよ、僕。本当だ。膝が痛くて。おおこんぐらいが限界です。結構すごい方、これ。へぇー。結構すごい方。ああ、でも、できてる方。できてる方ですね。で、あのね、ちょっと待ってよ。で、あのね、腹筋ローラーできない人をできるようにさせるためのトレーニング方法があって、はいはい、あ、僕流のね、これタオル使うんですよ、タオル。タオル？タオルね、これ。うん、これを、これ、この段階で、はい、あ、こう巻いてあげるんですよ。で、補助してあげる。あで、ちょっとやってみて。補助しながら軽くね、で、限界まで行ってもらって、もっと、ギリギリまで、で、戻すっていうのを繰り返す。10回とか。で、この補助の力をどんどん弱めてあげる。だんだんできるようになるから、それで。なるほど、ね。これを繰り返すと、まあ、大体みんな1ヶ月ぐらいでできるようになる。マジ、はい、結構かかるっす。ぜひ試してみてください。まあ、できる個人差があるけど、はい、大体1ヶ月ぐらいあればほとんどの人ができるだろう。一人に補助してもらってギリギリまでやるっていうのを繰り返す。朝倉流の腹筋ローラー攻略法。俺はちなみにこれは3日でできるようになりました。3日はやばい、参考にならないとこまでは。逆立ちとかも教えてあげたいけどね。逆立ちはでもそもそもの腹筋とか腕の腕力とかが必要だから、だからその自分の体重を腕で支えれないといけないから、そうですね、だからそもそもの筋力が必要。斉藤君ぐらいならできると思うけど、練習したら。うーん、今度ちょっと教えてみたいと思います。頑張ります。あとじゃ あの腹筋やる腹筋やったけど、まあもうやって見えますか。ちょっとやったことない。ちなみに何ていう名前だっけこれ。ドラゴンブラックです、ね、ドラゴンブラック。竜の旗です、竜の旗。かっこいい。これね、簡単すぎて結構強いわけですよ。見せちゃいますか、斉藤流竜の旗。斉藤フラックですよ。これを、これは伸ばして、うん、この腰がつかないように足を下ろす、はい、ゴーまあまあこうなる、大体こうなる。このまま、はい、下ろします。こっちかな、つかない、つかない。きつい、これ。はい、ダメ。ダメですね。ちょっと俺もやりたい。やりたい。ちょっと待って。最後に持ってあげて。腰浮かずに。お、結構いい感じ。あ、惜しい、惜しい。もうちょいだ。難しい。もうちょい。もうちょいできそうだね。いや、痛い。これめっちゃ効くでしょ。これ多分、ね、腹筋の中で一番筋肉に効くトレーニングだと思う。なるほど。あと、やってるトレーニングは、まあこの辺でこのシャドウしたり、ね、シャドウしたり、あと、バーピージャンプって前あの、5分で全身に行くトレーニング。あ、サブちゃんの紹介したこそ。これね。これを50回必ずやるんですよ。これはね、もう昔からずっと続けて。50回。もう1年ぐらいは続けてるかな。その日曜日は完全に体を休めるオフの日にしてるんですけど、もうそれ以外の月曜日から土曜日はもう毎日絶対にこの50回はやってる。このバーピージャンプってもう全身鍛えれるんですよ、一瞬で。もう腕も胸も腹筋も背中も足も手っ取り早いのね。斉藤君もやってるよね。やってます。そう、これは必ずやるようにしてますね。なので皆さんはあのサブチャンネルの方で、
5分でできる腹筋トレーニングと5分でできる全身を鍛えるトレーニングっていうのを紹介してるんで、それをぜひ見ながら一緒にね、あのトレーニングしてください。はい、じゃあ自粛中もね、体が怠けないように皆さんトレーニングを頑張りましょう。じゃあ、